とは先生、ありがとうございます。なんか、他の流派の人のね、もう参加してもらって、ディスカッションもね、ちょっと一緒にできる時間があったりとかすると。嬉しいですね。嬉しいですね。どういうふうに見えるのかっていうのを、一緒なんじゃんっていうところとかをぜひ教えてほしいなって。で、なんかケースを出していただけるっていう話で、事前に。あ、そうだね。ちょっと、これは、そうだね。仮想ケースでもありと。仮想ケース。なんか仮想だと難しいのが、ロープレみたいになって、ロープってやっぱ難しいと思う。なんかセラピストに意地悪してやろうだったりとか、逆にセラピスト、講師がセラピスト役やるってなると、こう従順になっちゃうとかね、そうね、その人の持ってる別に、まあまあ、共有しても構わない小さな問題についてちょっと扱うみたいな感じで、まあ、ちょっと協力してくださる方をちょっといらっしゃればやってみるみたいな、はい、感じで。トロさんがじゃあ、セラピストやって、デモシネーションでやっていただいて、そのことについて みんなでまたディスカッションする時間が。そうですね。だからその、出てくださる方の、問題、まあ、できるだけ解決に近づけたいとは、近づいたらいいなとは思いますけど、どういうタイミングでどういう質問をしてるのかとか、そのどういう言葉の使い方をしてるのかとか、場のマネジメントをどうしてるのかみたいなところを見てもらう方が多分。なるほど。別にここで直しますよとみたいなことじゃなくて、やり取りを見てもらうためにやるってことですね。そう。なるほど。うん。これがいい。なるほど。結局その関係性を扱えるようになろうっていう、今回提示していただいたテーマもそうなんですけど、じゃあその問題 と困っている人の関係性をセラピストがどのタイミングでどういうふうに見立ててるのかみたいなとか、その問題と困っている人との関係性っていうのは、その問題その人がどんな風に捉えてるかだったり、そうだったりね、すごい近くて苦しいのはちょっと遠目に見ているのか、どんな風にこの問題について、コミットメントしたいのかっていうところも見てますね。いや、ありがとう。いや、楽しみですね、それは。ドキドキしちゃいますね。ドキドキしちゃいますね。だってね、東さんとか言ってた。東先生と言ってないですよ、普段東さんって。東先生と。今何なんかポロッと出た？いや、僕が言っちゃった今、東さんとって。東先生と一緒のポスターにね。あ、そこが一番ドキドキですよ。いるというね。いやいや、すごい、素敵ですよ。某パン祭りみたいなね。春のね。春のパン祭りみたいな。お祭りというね。はい。そうですね。あれ、どうですか、名前。企画の名前として。いや、すごいいいと思います。ポスターの雰囲気もすごくね、パン祭りっぽくていいし。なんだろう、ピクニック行こうかなみたいな気持ちになるよね、パン。とね、楽しそうな。感じてますよね、あれね。丸ごとバナナとか持って桜の下で食べたいなみたいな感じになるもんね。はいはいはい。ほんとね。いや、でもそういうね、ちょっと本当に、なんていうか、あんまり学びにはなるんだけど、あんまり深刻にならないというか、やっぱ、ね、家族療法ってなんか、不謹慎に思う人もいいかもしれないですけど、楽しくてなんぼみたいな。真剣でいいけど深刻にはなるなってよくね言われるんで、やっぱ一番多分楽しいのはそのケースについてディスカッションしてるときが私たち一番楽しいと思うんですよ。どうやったらこの人がもっとね、そうね、いい感じにいけるか、いいとこ探したろうみたいな、ね、深刻な感じだといいとこ探したろうがね全然働かないですよ。そっちにちょっと時間を割けるようにちょっと考えてみます。ありました。ありがとうございます。いろんな方に参加していただきたいなと
持っております。戸田屋さやか先生のね、初めての家族療法関係性に注目するセラピーは、2023年2月22日の、20時半から23時までね、行う予定です。で、もちろんね、まあ、終わった後でも録画視聴でね、見ることができますし、申し込みも、可能です。で、まあ、もしよかったら、まあ、家族療法祭り、まあ、2月は戸田さやか先生、3月19日は、初めての構造派家族療法、家族システムを構造的に理解しようということで、東豊先生に登場いただいて、構造派家族療法について、まあ、解説していただいて、こちらもちょっと事例みたいな、東先生の事例を、ちょっと皆さんでディスカッションできたらいいと思います。まあ、ご自身がね、ぜひこれ見た方参加していただけたら嬉しいなと思うんですが、身近に、こういう家族療法的なね、ものの考え方、見方が、あ、この人好きなんじゃないかなとかね、知りたいんじゃないかな、なんて人がいたらね、ぜひね、この動画でもいいですし、何か、お伝えいただけたらね、めちゃめちゃ嬉しいです。戸田先生、これ、11時終わった後、まあ、前回、東豊先生のウェビナーをみんなで学ぶ会は、アフタートークをやったんですけど、アフタートーク、ありでしょうかね。やりましょう。みんなでお酒飲みませんか？飲みましょうか。ね。そんな感じで、お酒じゃなくても、なんか飲み物を一緒にね。そうそう、うん、そうね。まあ、アルハラ良くない。うん。アルハラ良くない。そうですね。はい。はい、そうですね。一緒にね、なんか、まあ、語り合えたらね、とてもそれ自体もね、学びになるんじゃないかなというふうにね、思っています。ちょっと、まあ、戸田先生、ちょっとドキドキすると思いますけど、僕、すごく楽しみにドキドキして待っております。はい、それでは、当日、皆さんとお会いできるのをね、楽しみにしております。戸田先生、今日はね、どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。